はい、こんにちは、RQGQ です。今日のご紹介するアイテムはこちら、チューリングマシーンですね。何やらね、穴だらけでね、不思議なアートワークのボックスになっておりますけども、これ謎解きゲームになってるんですね。謎と言いましても、3つのね、3桁の数字をいち早く当てていきましょうと、まあそういうタイプになってました。なんですが、その数字を当てるためのプロセスがですね、非常に独特のゲームになっていましたのでね、今日はそのあたりを中心にご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。 はい、では早速ですね、こちらね、チューリングマシンの、ね、中身を開けていきたいというふうに思います。はい、こちらね、コンポーネント出してみました。まあ謎解きなんでね、割とさっぱりしたようなもんなんですけども、これがね、ヒントカードになってるんですね。これのヒントを頼りにですね、お題の3桁の数字を当てていきますよ。その当てる時にですね、使えるのがこの数字ですね。自分の予想した数字っていうのと、これを使ってですね、それが正解かどうかっていう導い出してくれるね、答えのカードってすごいいっぱいありますけども、この3つを使っていって、うまく自分の推理を進めていくと、こういう仕掛けになってるんですね。まあ、皆さんあっぱれわからないと思いますね。とりあえず組み立ててみましょう。まず大事なことがですね、このゲーム、こちらマニュアルですね。マニュアルのところにですね、初級、中級、上級みたいなカテゴリーされたところにですね、想定されてるですね、ここに問題集があります。答えはね、このページありません、後ろのページにあります。問題集があって、ここに用意されてるような数字に従って、ここにセットアップするのが大事なんですね。一番最初の初級だったら ABCD っていう4つを使うと書いているので、一番最初のこの1の1を使うのであれば、例えばこちらの方にこのカードであれば4、9、11、14を使えと書いてるんですね。ここのところね、ここに数字が書いてありますんでね、ここに4、9、11、14っていうのをまず取り出しておき、こちらのところをですね、この ABCD のところに定に従ってまず置いておくと。これがまず大事なんですね。で、もう一つですね、この残しはもう使えませんね、今回はね。こっちのところですね、この周辺のところに、こちらのところにすごいこと書いてますけども、こちらのところもですね、ここにやっぱり指定されてまして、これここのところの周囲によって緑だったり紫だったりね、様々な4色のカラーが書かれているわけで、数字がありますけども、今回は緑の4476465663222を使いなさいと書いてますね。なのでこの中から4476465663222というのを探し出して、それぞれ該当するところに置いておくと、まあこういう仕掛けなんですね。でこの時にね、どこがどこだかな、分かんなくなっちゃう場合があるので、ここにね、ペンがちゃんとついてますんで、これは B だ、A だ、C だ、D だなんてね、少しね、書いておいてあげると、これ全員共通で使えますからね、後で返すときに便利かなというふうに思いますね。でもこれでね、準備完了なんですね。あとは個人ごとにもらえているついたでね、ここの後ろでこれに対して自分のね、推理を書いていきましょうと、こういうことなんですね。もうこの4つのヒントね、で従ってある数字は決まると言うとるんですね。じゃあヒント、これ何かっていうと、この黄色い数字、これね、今回ね、青、黄色、紫、これでね、3桁があるんですけども、黄色い数字は4ですか、4より小さいですか、4より大きいですかっていう、ここの判定器、これは3が何個ありますかっていうのを答えてくれる判定器、青は黄色より大きいですか、同じですか、小さいですかっていうのを答えてくれる判定器、そして一番小さい数字は青、黄、紫のどれですかっていうのを答えてくれる判定器っていう、この4つの判定器をうまく使っていきましょうと、こういうことなんですね。何のこっちゃと思うと思うんでね、試しにやってみましょう。例えばですよ、はい、もう分かりやすいですね、123ですね、123はどうだというわけですね。ちなみにこの時にはこのメモ帳のところの、この1問目のところに123とまずここに書いておきます。でこれは全プレイヤー同時にできます、同時進行なので。そしてワンラウンド、この1回作った数字に対して3回までチェックスローできます。これね、だん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 ね、難しい問題、たくさんヒントが出てきますんでね、全てのヒントをうまく組み合わせないと答えが導きにくいようになっていますので、この1回作った数字に対して3回までチェック、そして答えが分かったらいけたっていう、分かんなかったらまた数字を変えて3回までチェックっていうのを同時に繰り返していくゲームなんですね。じゃあやってみましょう。これ今2にしてますよね。2っていうことは、これは4ですか、4より小さいですか、4より大きいですかっていう判定器にかけるときに、4より小さいですよね、今2はね、もちろんね、っていうのが正解かどうかっていうのを聞くと、こういうことになってるんですね。じゃあ聞いてみましょう。これね、ここ聞くときに、ここの周囲のところに丸、四角、三角っていうのが、ここの丸、四角、三角に合うようにはめるんですね。そうしたらね、反対側からね、丸、四角、三角が正しく見えるようになっていると思いますけども、ここの真ん中よーく見てくださいよ。ほらほら、×って書いてますよね。違うということなんですね。
つまりこれ4より黄色は小さいのが×だって言うんですね。だって今2だからね。これで言うとここ4より小さいですか、今2を突っ込んだからねっていうのをやると判定は×だと言ったから、少なくとも黄色は4か4より大きいんですね。このゲーム5枚しかないので4か5なんですよねっていうのは分かった。これ一つ目分かった、分かっちゃったんですね。もうね、これがこのヒントなんですね。じゃあ次行こう。これ3は何個あんねんっていう話ですね。これ3は何個あんねんって、つまりここにも3が1個ありますね。3は1個あるぞっていうことを聞いてみようってことですね。じゃあここやりますよ。シュッ、×だと。3は1個じゃないと。何個かわかんないですよ。0かもしれないし2かも3かもしれないけど、3は1個じゃないということが分かったんですね今ね。これを3回繰り返すね。3回繰り返して、あ、分かったって言うと、そこで答え宣言して当たった人は勝ちですね。一刻も早く当たった人は勝ちですね。わかんねえって言うと、まあ、全員同時にやってるんですけども、じゃあ数字変えようと。じゃあこれ戻す。これでどうやと。343やでと。今回ね、343チェックしましょうということで、これ、A の3の数ね。じゃあこれでどうやん。3が2個でチェックしたぞ。ビャッ。バツだと。違うと。さっき1個でもバツだったのに。つまり、1か2個じゃないんですね。つまりもう全部3じゃないか、全部3かしかないと。こういうことですね。なるほど。どっちかしかないのかと。じゃあこれいこうと。4だ。これ4ですよね。じゃあ4だとするとどうなんだよ。バシェット。これチェックね。これ丸なんですよ。正解。正解。つまり、黄色はここ今4って確定したんですよね。っていうことは、ここの今質問で、全部3じゃないか、全部3かしかもう残ってなかったんですよ。B ではね。っていうことはもうこれが4だっていうことが分かったら、これとこれはもう絶対3ではないんですよね。この2つは3ではありえないということが今分かったんですよ、この瞬間ね。ってなことを繰り返していくと、この質問は同じだが、ここの数字を変えることによってだん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 見えてくるものが変わると。分かったら分かりましたって言ってこちらの方の答えを見るというのがね、このゲームのポイントになってるんですね。一番最後の答えがあります。47もここにあります。ちなみにこれ一つに分かってね、損したような感じになって思いますけども、これウェブページがあります。ウェブページの方でですね、新しいジェネレーターがあって問題作ってくれます。700万問作ってくれそうです。事実上もうほぼ無限です。なのでいくらでも新しい問題作ることができますんでね、どんどんトライしてもらいたいと思いますが、こんな風にして新しい答えができていくと、こういう風になってますね。でプレイヤーによってはね、あ、なんや簡単やないかと、まあ、こんなん代償関係とかね、もうイコールとかノットイコールっていうの分かれば、それはどんどん分かるやろうっていうのも思うとね、思われると思うんですけど、これ当然初心者ルールなんですよね。で、上級ルールになってくると、こっちがね、変わってくるんですよ。これがまたいやらしくなっていて、例えばこれ、333って書いてますよね。333ね。どれが青が3、黄色が3、紫が3って書いてあると。こうなった時に、全部333ってぶっ込んだ。ね、333ってぶっ込んだらチェック丸が出るんですね。そりゃそうですね、どれか3だからね。なんだけどこれ上級ルールのやつになってくると、これにちらっと書いてあるんですけど、この評価機は実はこの3つ3本ね、青が3、黄色が3、紫が3のうち1箇所しか動作してないんですよ。何言っとんちゃうっていうと、このここしかこのね機械判定してくれてないんですよ。だから333って言った時に丸って出たとて、どれか1個が丸だということが分かるだけで、他が何かはね、保証されてないんですよ。ここがね、ポイントなんですよね。つまり、黄色がもし3だとしても、本当の答えがね、この評価器そのものは、これしか動いてないとすれば、131とかやった時に、本当の答えが3だとしても、これ×が出ちゃうんですね。この評価器そのものが、こんな簡単なのではなくて、この3択のうちどれか1個の1列だけをチェックしてますよ、ここだけをチェックしてますよ、残りは見てませんよみたいな評価機も出てくるんですね。こうなるとかなり他のものと組み合わさないと実際の答えが見えてこないなんていう連中もね、恐ろしいのいるんですよ。これもね、9択マークしてね、この中で稼働してるやつ1個だけなんですよ。このいやらしさっていうのがあって、でこれ絶対わかんないじゃんと最初思ったんですけど、他のヒントがまあうまくできてて、これとこれとこれであの数字が、じゃあ偶数しかねえなとか固まってくると、あ、じゃあこの機械ってあそこは判定してないなとか、だんだん分かってくるんですよね。こういう、必ず注釈で書いていて、ここのうち、ちょっとちっちゃいんですけども、書きパターンのうち1個しか動いてませんよ、みたいなやつ、ちらっと書いてるんですね、これがね。これが後半のやつのヒントには必ず書いてるので、
実際のこれではなくてこっちしか判定してない。実はね、これ最初のやつもそうなんですけど、でも2分の1どっちか決まるような質問になってるので、それが気づきにくくなってるんですが、後半のやつはこれしか見てないとかね、これしか見てないなんていうことが起きるので、簡単には数字が読みにくくなっていると、こういう仕掛けでございました。ただしこれについては問題の設定がよくできておりまして、初級、中級、上級、さらのナイトメアクラスなんていうのがありますので、ね、とんでもないやつありますからね。こんな設定しか出られますからね。どっちかの評価機完全に壊れてるんですよね。片っぽの評価機しか動いてないとかありますから、まあ、そういうのも含めて、このプレイヤーの熟練度に応じた問題の設定と回答もできるようになっていますので、このパンチボードを組み合わせて、どういう仕掛けになってるのかは知りませんけども、このパンチボードを組み合わせて、これをスパッと入れて、この3つの印がちゃんと見えるようになっていると、必ず正解か不正解か、自分のこの設定した数字に対してこの評価器が動いて、それに対する答えを教えてくれるっていうのがこちらのチューリングマシンになっておりました。まあなんて不思議なゲームなんでしょうというふうに思いますが、この3つの数字っていうのを当てていくっていうところが本当のコアになっているので、ゲームのシチュエーションとかなんか全然わかんないですね。本当に単純なですね、謎解きというか暗号解読をしているっていうムード。そしてこちらの方に一回一回やるたびに数字を書いて、その時が丸だったのかバズだったのかっていうのを書いていく。そしてこちらにね、もう関係ない数字をバン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 消していくっていうことを想像しながら、より早い手番で決めていくっていう方向になっているので、冗長性は全くないわけですよね。犯人はあいつ誰かなとかね。いやー、じゃあ動機は何だこと。そんないわけですね。これなんでね。422なのか、244なのか、どっちなんやねん。そういうことになっていくので、リズムでクリアしていくっていうタイプの謎解きになっているので、そのあたりがお好きかどうかっていうので、かなりこれのですね、好みかどうかは分かれてくるんじゃないかなというふうに思います。で、続いて気になる点もお伝えしておきましょう。これね、結構枚数あります。で、この中から正しいもの、こっちとの組み合わせを必ずここに出しておかないと、全くこのゲーム機能しないわけですね。だって正しい答え出てきませんから。だから少なくともこの問題のところにある、書かれている、まあ、これとね、ブラウザーのウェブ版とかもありますけども、それのところに書かれているこっちの問題とこの回答するやつっていうのを、こちらね、正確にこの組み合わせを作っておかないと、ゲームが完全に破綻してしまうので、そこそこ枚数あるやつから出したりしまったりっていうのをしないといけませんっていうのはちょっと面倒に感じるかもしれませんが、まあ最近のね、この手のゲームでよくあることといえばよくあることですので、このあたりだけ毎ゲームプレイするときにしっかりチェックしてね、ここ組み合わせっていうのを確認してゲームを始めるのをおすすめできればなというふうに思います。The Game Gallery。はい。というわけですね。こちら、チューリングマシンをご紹介いたしました。いやー、この3桁の数字がね、わかりそうでわからないんですよね。なかなかそのあたりのところね、じゃあ今回は2444だとかね、244でピャッと、また×だとかね、あ、ここの読み方った丸だなんていうところですね。一喜一憂しながら自分の推理。所詮ね、1から5の組み合わせですからね、ここのところで、あ、奇数はないんだとかね、あ、合計は偶数なんだみたいなヒントが次々出てくるので、そこのやつに合わせて、そして初級、中級、それ以上っていうところがね、たくさんありますんで、プレイヤーのですね、難易度に応じてですね、熟練度に応じてプレイするですね、内容を変えるのがよろしいんじゃないかと思います。アプリを使うモードですけども、ソロプレイモードっていうのと協力プレイモードもねあったりしますんでね、そのあたりのところを試してみるのもよろしいんじゃないかと思います。ソロプレイモードの時だったら難易度に応じて問題が出た時に、よし、マシンはこれを何手でクリアしたら出るんですね。そのマシンがクリアしたにかかったより自分が早くクリアできるかどうかなんてね、アタックできるなんていうモードもありますので、700問散ってますからね、まあ、相当な問題数ありますので、そこを目指してやってみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこれね、箱の方ですけども、こんな風になってますんでね、例のね、先ほどね、このパンチングマシンをね、入れるためのこのね、タイルのところもですね、このままね、スッと収納できるようになってますので、この辺のところもね、なかなか結構ね、組み立てたら入れないゲームありますからね、よく気が利いてるんじゃないかなと思うと同時に、この向きが正しくできるとです、こちらの箱ですね、こちらの箱のところですね、こうピッて綺麗に入った、今ね、こう正しい向きに入ると、チェックボックス OK 出るんですね。違う方向で差し込んでると、×が出るんですね。なかなか気の利いた箱にね、なってるんじゃないかな、なんていうふうに思いました。というわけで今回はですね、3桁のね、数字を解き明かしていくチューリングマシンご紹介いたしました。ザキムチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。